で、まあ、1ページあたりのコマ数はまあ、6コマから12コマっていうものが大体多くて、で、まあ、四角いコマで、まあ、その四角いコマの上下左右 の、 大きさを変えて、まあ、ちょっとコマの大きさを変えているっていう形が多かったです。で、まあ、これは68年のものなんですけれども、まあ、ちょっと顔のアップがあったりとか、まあ、実はこれは学園ものであったりして、ちょっとまあそれまでの日常ほのぼの漫画とは新しい、まあ、それとはちょっと今までとは違うような新しい表現の可能性も感じるものなんですけれども、まあ、こういうものが載せられてました。で、まあ、58年にはその増田さんによると少女クラブの総ページ数の5割以上が漫画になっていたということだったんですけれども、まあ、フランスでも大体同じ頃に米デンの増加っていうものが見られて、まあ、紙面の視覚化っていうのが、まあ、フランスでも進んでいたっていうことが言えます。で、あとはまあ60年代後半からそのアイドル歌手の記事が多くなっていたっていうことを、まあ、日仏で共通して言える、まあ、共通点でした。で、まあ、こういうまあ少女ベーデー雑誌についてなかなかそのフランスで研究されているのを見ることがなかったんですけれども、まあ、それはやっぱりそうこういう少女雑誌がなくなっていって、その少女、まあ、少女文化っていうものがジャンルとして存在感が、まあ、日本ほどなかったからだというふうに、まあ、それは今でも思ってるんですが、さっきちょっと上でグルーンシティさんに会ったら、僕研究の雑誌でちょっとやりました少女のベーデーってお聞きして、ちょっと動揺して話を聞いていたらちょっと遅れてしまってすいませんでした。なの、まあ、でも数はやっぱり少ないと思います。で、まあ、こういうふうにまあ、一応紙面が視覚化していた米デーの割合が増えたっていうことが日本の雑誌でもこう米デーフランスの少女向け米デー雑誌でも言えたんですけれども、まあ、そういう共通点を持ちながらも、まあ、このあと1960年以降少女漫画日本の少女漫画雑誌とそのフランスの米デー少女雑誌っていうのは大きく異なる過程をこう進んでいくことになります。でやっぱりその本当にどんどん発展を遂げていく少女漫画雑誌少女漫画っていうものとその少女ベーデー雑誌はまあ消失して、少女向けのベーデーっていうものもまあほとんどもないものとなっていくっていう、まあ、こういう異なるまあ2つの国の状況を比較するっていうのは、まあ、紙面の構成をまあ分析するっていうことだけではなくて、もっとこう文化的な背景とかそういうまあ風土とかそういう違いっていうことをまあ考慮していく必要があるのではないかということで、ちょっと私はまあメディアヒストリー的な観点からその少女雑誌というメディアについてちょっと見ていこうと注目していこうと思います。で、まあ、フランスとそれ日本のそれぞれの少女雑誌っていうメディアの歴史についてまあ見ていきたいんですけれども、まあ、50年代以降の視覚化っていうのがまあ両方に共通点としては見られたんですが、ここで、まあ、フランスでまあすごく 出回っていたっていうこの雑誌なんですけれども、まあ、どういうものだったかっていうと、まあまあ、60年ぐらいにページ数が増えたんですけれども、36ページ程度なんですね。で、パンフレットのようなこう薄い形態のもので、日本みたいにこう300ページを超えてくるような本の形態の月刊誌っていうのとは大きく異なっていました。で、やっぱりそれはそれぞれの国のこの雑誌メディアの歴史的な背景っていうものが影響しているんではないかなと思いました。で、これがまあ少女さっき挙げた3雑誌の総ページ数の変化っていうものを、まあ、年代ごとにちょっと出したんですけれども、まあ40ページ増えても40ページ弱ぐらい、36ページとか32ページとかというものですね。初めは10ページから12ページからという感じなんですけれども、で、まあ、フランスにはもともとアルフォンソー賞っていうビビリオテックブルーと呼ばれる本が17世紀ぐらいから始まって民衆に出回っていました。で、これはものすごく、まあ、かなり小さな本で、まあ、薄くてもう本当にこう本っていうよりも冊子って言った方がまあ適当な形態です。で、まあ、さっきちょっと最初に触れた1768年に刊行された教育の雑誌っていう雑誌が子ども向けの雑誌としてあったの初めに出たということをお話したんですけれども、まあ、これも32ページの小型の青本、まあ、32ページの小型だったんですね。なのでやはり青本草書の影響は大きいんではないか
というふうに思います。でその後、まあ、20世紀初頭に創刊された、まあ、シュゼットの習慣だとかそういう少女雑誌も最初に出た形っていうのは12ページとか16ページで中も閉じられていないっていうただ折られただけのものが重なっているという形で出されてまして、まあそういうアホン草書の伝統にのっとって、まあ、そういう形になったんではないかなと推測します。で、まあ、それに対してその日本で初めて出された少女雑誌と呼ばれる少女会っていうのはもう創刊の時点で創刊号の時点で126ページの月刊誌であった。でまた少女クラブも1923年の創刊時に232ページあったという。でまあ双方とも23センチ ×15 センチというもう本当に本というような体裁をとっていたんです。で、まあ、そういうのがフランスの場合とこう比較するとやっぱりフランスっていうのはその元々のページ数っていうのが日本のものと比べて格段に少なかった。で、まあ、日本のものはそういう多いページの中でどんどん、まあ、漫画のページも増えていくということで、そのまあフランス、まあ、50年代末ぐらいからその少女漫画がかなり少女漫画らしくなっていくと思うんですけれども、まあ、そのフランスだとその雑誌がまあ雑多なこう情報を取り扱う媒体としてあって、まあ、そのページ数が2倍になったところで32ページしかないというその企画の中で、まあ、ベーデーにこう新しい表現をこう発展させていくっていうことが、まあ、ちょっと難しかったんではないだろうかというふうに考えます。